これなんだって感じじゃないですか。Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hey guys, it's Elina. 皆さんこんにちは、エリナです。今日は皆さんに私がデームというドラッグスーパーで買ったものをご紹介したいと思います。デームっていうのはこういうマークで、ドイツのだいたいどこの街にもあるドラッグストアです。で、私はやっぱり、化粧品とかも好きなので、本当デーム行くとめっちゃテンション上がります。もしドイツの化粧品など見たい方はぜひいいねお願いします。あとはドイツの生活や、留学に興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。他にもこういう動画が見てみたいなっていうご希望などございましたら、どしどし下のコメント欄に書いてください。お待ちしてます。では動画に行きましょう。私が初めに DM で買ったものはこちらです。私、前回、私のスキンケアルーティーンっていう動画を作ったことがあるんですけど、動画はこちらです。その時に日本ではバイオデーマという、こういうクレンジングウォーターを使っていたんですが、ドイツにもバイオデーマが薬局に、アポテーケですね、薬局はに売ってるんですが、これはDMで売っていて値段もあまり高くなかったのでこちら買いました。昨日使ってみたんですが、これと一緒にこのコットンを買って、このコットンにこれをつけて、メイク落とすんですが、私は昨日マックのすごく強いアイライナーを引いていたのでちょっと落とすのに時間かかりましたが、結構それでもすんなり落ちたのでこちらおすすめです。正直バイオデルマより全然安いのでかなり経済的だと思います。日本でももしかしたら買えるのかな。もし今日お見せするもので日本で買えるものがあったら下に、リンクつけたいと思うのでぜひチェックしてみてください。次に私が買ったものはこちらです。こちらはアーガンオイルオフモロッコシャンプーで、こっちがシャンプーでこっちがコンディショナーです。これは多分ドイツのじゃなくてアメリカのなのかな、ちょっと調べて下に書きますが、アメリカの YouTuber がこれすごいいいんだって言っていて、で、私髪の毛がすごい乾燥してるのと、あとドイツでより水がちょっと違うので日本より髪が傷みやすいので、できるだけ傷まないようにしようと思ってこちら買いました。なんかね、いろいろシャンプーとかリンス試してみたいので、もしドイツにお住みになっている方でこの動画を見ていらして、このシャンプーリンスおすすめだよっていうのがあればぜひ教えてください。これは夏っぽくて結構さっぱりした匂いで、私はこの匂いすごい好きです。で、これ気に入ったので、とりあえずこれも買いました。ドライヤーとかをかける前にこれを髪の毛にスプレーしてかけてます。パンテンとかニベアとかダブとかはだいたいシャンプーがだいたい500円3ユーロとかで買えるんですけど、これは多分輸入品だからか、ちょっと高くて 7.25 ユーロぐらいしました。次に私がドイツで買ったものはこちらです。これはニベアの商品です。こちらはターゲスクレームで、私はこれを朝に使ってます。どちらかというと敏感肌用だと思います。私あんまり敏感肌ではないんですけど、ドイツとか今の時期結構乾燥しているので、だいたい1年を通してちょっと日本より乾燥しているのでこちら買いました。こちら朝使っていて、こちらは夜用です。ナフプレーゲンですね。これはね、前回の留学の時も使っていて結構良かったです。今化粧水はキールズのこれを使ってるんですけど、クレームをキールズで買いたかったんですけど重すぎて持ってこれなかったので、市内に行ったら買いたいと思うんですけど、とりあえず今のところこれで問題ないのでこれ使ってます。結構安いので何買えばいいか分かんないっていう人は
これ買うといいと思います。次に私が DM で買ったものはこちらです。こちらもガーニエのボディクリームですね。乾燥した肌用です。体結構乾燥しやすいので、これを毎日お風呂上がりに塗ってます。次に私がドイツのDMで購入したものはこちらです。これすごい、なんか前々からあの YouTuber の方が結構これ買ったとか言ってやってて、すごい買ってみたかったんですよ。これ多分1つで 0.4 ユーロなので、だいたいまあ50、60円ぐらいなんですけど、2つ入ってて、あのフェイスマスクですね。意外と日本みたいなあのシートになってるフェイスマスクってちょっと少なめなんですけど、こういうのはいっぱい売ってるので、ドイツに旅行とかで来られた方はこれを、まあ、女の子の友達とかお土産にあげると喜ばれるんじゃないかなって思います。私も今度買ってみたいと思うんですけど、とりあえず2つ買って試してみたいと思います。ね、留学に来るとこういう違う国のものをいろいろ試せるっていうのがすごい楽しいですよね。私旅行とか行くといつもなんかスーパーとかドラッグストアとか見て、その国の生活とかを見たいタイプなので、こういうのはすごい楽しみです。最後に私がDMで購入したものはこちらです。これなんだって感じじゃないですか。ちょっとね、日本人からはねちょっと分かりにくいっていうか、想像しにくいっていうか、ドイツの窓ってだいたい網戸がないんですよ。窓も大きいし網戸もないし、でハエとかがブン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 部屋の中に普通に入ってきて、で、まあ、私あんまり虫が好きじゃないので、できればこういうね網戸を買いたいなと思っていて、前回ドイツに行った時にそれを友達に言ったら、なんか友達が、え、そんなの DM で買えるよみたいな感じで、私つけてるよって言ってて、でこれを買いました。で、ね、自分で貼るタイプで、うん、大きさがちょっと余ったり出ちゃったら自分でカットして、うん、即席網戸できます。まあ、日本のみたいに強くはないんですけど、でもやっぱりね、小さい虫だとそこまで気にならないんですけど、あの耳の横でブーンっていう感じのタイプのハエはできれば家にいてほしくないので、これを買ってハエの侵入を防ごうと思います。では以上で、私が今回昨日ですね、DM で購入したものは全てです。もうすでにドイツに長く滞在されている方で、これすごくおすすめだよとか、あとはまあ、動画のリクエストなどありましたら、どしどしコメントお待ちしております。あとはインスタグラム、ツイッター、ブログなどもありますので、そちらもフォローお願いします。では最後まで見てくださってありがとうございました。 Thank you for watching. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Tschüssi.